こうなんか好きな人とずっと一緒にいれたらめっちゃハッピーっていう、うん、観念しか結婚について持ってなくて、あでもあの好きな人とずっといれたらめっちゃハッピーなんで結婚はいいですよ。これはあのなぜ結婚っていうのがあの私の周りでなんかあんまりこの恋愛とかをちゃんと言語化するタイプじゃない人が多くて、なんかこのなんか言語化できてそうな感じで結婚してる人っていうのがマジでいないので、すごいなんか聞いてみたかった、うんうんうん、この流れで親みたいな感じかもしれないですけど、私が結婚してるので、うん、っていうことですね。そういうことなんで結婚、なんか割とその方が、うん、あの便利なことがお金の面でですかね。なんか多分本当になんでってなって、なんでって言われた多分それだけなのかな。あんま私も世の中の仕組みが分かってなくて、今はその普通になんだろうな、なんか無職みたいな感じでなんか扶養家族だから結婚して相手の扶養に入ってるんで、だからなんかなんて言うんだろうな、あんま分かってないけど多分結構得なんですよ、税金とかなんか分かんないけど。で多分みんなが結婚したい理由っておそらくそれじゃない、あそれじゃない人もいるか、世の中にはもしかしたらちょっと私が割とそうなんだけど、うんうん、私なんかロマンチストなんで、うんうん、こうなんか好きな人とずっと一緒にいれたらめっちゃハッピーっていう観念しか結婚について持ってなくて、あでもあの好きな人とずっといれたらめっちゃハッピーなんで結婚はいいですよ。いいな、そのようになりたい、うん、全然なんかこの結婚が全てのゴールとは思ってないけど結構ハッピーだとは思ってるので、うん、結構ハッピーですよ。なんだろう、で別にそれは結婚だからっていうわけでもなくて、うん、単にそのあなんか気づいたら真似してた心配ない心配ねー、なんかその単に一緒にいれたらハッピーなんだけれども、うん、なんかその結婚ってなんかその世の中的になんかありがたがられてるものではあるから、うん、なんて言うんだろう、そのなんか脳にいい感じは、脳にいい感じは、ただなんか結婚式とかはすごいなんかその親に見られるのとか、なんか親に分かんないけどその見られる、なんて言うんだろうな、親に自分の活動を今知られてるんですけど、それとか なんて言うんだろうな、なんか嫌で、その子供の頃から授業参観とかがすごい嫌いで、だから結婚式もそれと同じだし、すごいそれはちょっと嫌だった。あそれはありありと想像できる、うん、でも私も本当人生が授業参加みたいになっちゃって、親が結構本当になんか興味を持ってしまう、持ってしまって私の活動に、だからもう本当人生が授業参加なのも我慢するしかないんで、しょうがないってことで、その親に活動興味持たれるのが嫌っていうのはもうめちゃくちゃにわかる、うん、興味持つなとも言えないし、そうなんかね、まあ持つだろうし、そりゃそう、うん、でもちょっと恥ずかしいからバレないように興味を持ってほしい確かにね、なんか控えめにこうなんか応援してほしさが、そう、うちのお母さんとか割となんか親戚になんか私の曲を聴かせたりするやめろいや全然曲素晴らしいと思ってるけど、こうなんかこの曲とかって割と自意識が出るから、あそうそれを疲れるのきつくないですか。いやなんかでももう割と諦めてて、諦めた、そんなに、いやでも嫌だは嫌ですね、ね、結婚の話から、そう、授業参観の話、人生の授業参観の話、そう、私もなんかこの割とこのなんかツイッターとか見られてる気配があってツイッターとか一番見られたくない親に本当に嫌なんだけどでもなんかこの表面上見てないってことになってるから、うん、そうそう強くも言えないみたいな、うんうんうん、そういうことがある。でも見てないふりをするんだったらまだ、いやでもなんかそれも嫌だな、なんか難しいなやっぱり、うん、あじゃあ見てないふりをしてこない、あ全然ガンガンあのなんか、うん、ツイッターを見て LINE とかしてくるから、いやだいやそれは本当に嫌だ、そうなんかそれもあってではないな、なんかでもあんましなんかこうくまちゃんができたあそうくまちゃんかわいいでしょ、星からの展開がすごい人みたいな、そうなんか気づいたらこう、うん、ビヨンってしてて